お願いだからスイちゃんこの配信見ないでください。多分見ないと思うけど、頼むから見ないでほしい。気持ち悪いから私が。いやだってラジオの時の私と今この喋ってるあすみ全然違うからね。さあまずはスイちゃん、もしかしたらねまだその素晴らしさに気づいていないというリスナーもいるかもしれないので、はい、うん、スイちゃんも大好きだというあすみさんの歌声の魅力を一言で分かりやすく伝えていただけますか。一言で言うとセナちゃんの歌声は Z 世代に刺さる令和のパーフェクトボイスなんです。上げすぎ上げすぎこれ台本に書いてあるの見てどう思いました、セナちゃん。え、ほんと上げすぎと言ってみてますね。ほんまかみたいな。Z 世代に刺さる令和のパーフェクトボイスですよ。パーフェクトですか。やだもういやこれ具体的にはどんなところなんでしょうか。はい、もう私個人の意見ではあるんですけど、このセナちゃんの歌声って今の時代になんか合ってると思うんですね。うん、具体的に言うとかっこいいとかわいいの中間だと思うんですよ。あの声はかわいいんだけど歌い方はかっこいいっていう、でそういう歌い方が今結構流行ってる気がしていて、あとやっぱその Z 世代に刺さるっていうだけあって JK っぽさがやっぱどこかにあるというか。あ、確かに。そう、なんか若さを感じる。あすみさん、スイちゃんのお話聞いていかがですか。いや、なんか大好きなスイちゃんにそこまで言ってもらえるの、うん、大丈夫ですかね。あのめちゃめちゃ嬉しいです。よかったです。でもあのあすみさんもあの歌い方とかその意識していることってあるんですか。はい、そうですね、なんかその結局なんだろうな、歌うまい人ってたくさんいるので、うんうんうん、その中でなんかこうどうしたら自分らしさを出せるかなをなんか意識してなんか発掘して歌ってます、常に。うーん、偉い。そんなに考えて歌ってるならっていうのがまず偉いですね。いやもう幸せ。それではね、ここであのそんな Z 世代に刺さる令和のパーフェクトボイス、セナちゃんの魅力がたっぷり詰まった私も大好きな歌ってみたの曲があるのでお聴きいただきたいと思います。はい、セナちゃんによる歌ってみた曲でシンデレラギガファーストナイトリミックス。愛とか恋とか全部くだらない、がっかりするだけダメを知るだけ、私は去年ダサい結構そうじゃん、本当のところはあなたにも出たい、失敗するのにビビってるだけ、過去なしの厳しめの条件じゃん、ちょっとこんな時どんな顔すればいいか教えてほしい、もうちょっと愛してるだとかそんな言葉で壊れてみたい。あー、いいですね。なんかこうおしゃれってなるんですよね。いや、マジで本当にありがとうございます。じゃあそれが可愛い声をかっこよく歌ってるから、うん、なんかその中間のかっこいい可愛い曲になると思うんですよ。私がこれを歌ったらただのかっこいい曲になっちゃうと思うんですけど、それをね、中間をいけるのがね、私は羨ましいなと思いますね。なんか息が漏れてますけど。いや、ありがとうございます。すいません。さあ続いてはあすみさんの歌へのこだわりについて伺いたいと思います。あすみさんオリジナル曲はまだないんですけれども、うん、歌枠配信や歌ってみた投稿、うん、最近では 3D ライブでもその歌声を披露されていらっしゃいます。そんなあすみさんが歌うときに大切にしていることは何でしょうか、教えていただけますか。はい、私が歌うときに大切にしていることは表現力です。おー、なんかそうですね、なんかこう歌唱力、もう歌唱力、なんかもう歌でめっちゃうまいぶん殴ってくる人っていうのはめちゃくちゃいっぱい、もうプロの方も含めてたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん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 、その中でじゃあ歌唱力でぶん殴ってくる人に負けないようにするのは何だろうと思ったら、こう表現力を武器にして戦っていけたらなって思ってて、うん、その元々の理由が、まあ、こう演技の勉強をしていて、その勉強していた演技を歌を通して表現できないかなっていうところでこだわって頑張ってます。なるほどね。演技の勉強もなさってたんですね。そうですね、学校行ってました。オールマイティーじゃないですか。すごい、学校。すごもう笑い方が確かにやばい。
急に別の人の笑い声が入ったあれってなるあれなんかあれみたいな、うん、でもねめちゃくちゃ共感できますねそれ。なんか私もやっぱその歌を VTuber を始めてからもう力入れてやり始めた人間なので、まあ、だからもう例えばその紅白とかに出てる歌姫とかに比べたら私ってまだまだだしって思ってて、ってなったらもちろんそう上手くなるのも大事なんだけど、そこと差別化というか私の個性を出した方がいいのかなと思って、私も自分の個性を大事にねしてるのでめちゃくちゃ共感できますね。さあそれではここでそんな表現力に注目して1曲お聴きいただきたいと思います。あすみさん何の曲でしょう。個人的に一番思い入れが強い毒図という歌ってみた曲をお聴きいただきたいと思います、うん、それこそなんかめちゃくちゃダークな曲なんで、うんうんうん、個性を出しやすい曲だなと思っていて。確かに、うん、それこそ表現力のウィスパーボイスだとか吐息だとか、うんうんうん、一番自分なりの一番好きな歌い方を追求した歌ってみたで、うん、ぜひヘッドホンとかイヤホンで聴いてほしいなって思います、うん。違いないよ絶対。黙って私に従って、黙って私に従って、従え従え従って、君に一切の拒否権ないよ。黙って従って、黙って私に従って、従え従え従って、お願い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 。お聞きいただいたのはあすみせなさんで毒図。あすみさんが去年7月に発表した歌ってみた曲で、オリジナルはボカロ P のナキソさんによる楽曲です。私の好きな歌い方が狂気を隠す歌い方というか、なんかわざと無表情みたいな感じで歌うのが結構好きなんですよ。でそこににじみ出てくる感情みたいのがめっちゃ好きで、そんな感じの歌い方ですね。ですよね、うん、はい。歌を投稿する時のあすみさんの選曲のこだわりというのは何かあるんでしょうか。選曲のこだわり、そうですね、なんか結局このダーキーっぽい感じとか、うん、それこそスイちゃんが言っていたシンデレラとか、うん、なんかちょっとアップテンポなちょっとかっこいいめの曲とかそっち系がすごい好きなんですけど、うんうんうん、自分が歌いたい曲とリスナーさんが聴きたい曲って結構違ったりするので、うん、そこは記念枠だとか誕生日とかそういう風に分けて歌うようにしていて、記念じゃない時は割と自分が好きな曲歌うようにしてて、うん、記念の時はなるべくリスナーさんが聴きたいだろうなって思ってくれてるような可愛い目の曲を歌うっていう風に決めてますね。私もその歌ってみたとかで出すその作品っていうので出す時は、もう自分も歌いたいってなって歌ってみて、あこれはいいなってなったりとかしたものを出すようにしてるんですけど、たまに流行りに乗ったりもするんですけど、あの歌枠とかはまあなんだろう、カラオケみたいなものなんで、まあ、歌うだけならいいかっていう精神で、いや歌うけど可愛くないからねっつって可愛くてごめん歌うみたいなっていう感じで、私も歌枠でたまにリクエスト聞いたりみたいな感じにしてるんですけど、まあでも基本的に自分の声に合うやつを選んで歌って出ますね。歌ってみたわ、うん、ある。ということはあすみさんがおっしゃっていた選曲のこだわりとかなり似てますよね、うん、ですね。あ気が合いますね。素のえへへが出たな。さあそして続いてはですね、あすみさんの推し VTuber 楽曲を伺いたいと思います。あすみさんのおすすめの曲は何かな、何でしょうか。はい、私の推し曲は、うん、はい、井上たこさんの歌ってみた曲で変色です。あれ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 、あすみさん、あ、はい、あれ私のこと好きなんですよね。いや、ほんまにラブです。ほんまに、違うんです、違うんです。やっぱ、あえてあえて、あ嫉妬させようっていう。これはなぜ井上たこさんのこの変色を選ばれたんでしょうか。井上たこさんの歌ってみたの曲って、うん、
綺麗めの曲を結構聴くことがあって、なんかその中で変色ってちょっと暗めじゃないですか、若干。そこ来るんだみたいな感じで、すっごい心打たれた思い出があって。で、普段は犬いいとこさんって結構あはーみたいな感じでふわふわしてる感じなのに、変色の時の大人びた歌、もう表現力がギャップすぎて大好きなんで、今回選びました。でもわかる。あすみが選ぶ推し曲の部分で犬いとこさん。ちなみに、まあ、裏話を一個するのであれば2個選んでましたよ。それが犬いとこさんとスイちゃんの曲だったの。スイちゃんの曲で何を選んでたかっていうのは、あすみは佐賀事変を選んでました。なんで佐賀事変を選んでたかっていうと、あすみがスイちゃんを知るきっかけになった曲が佐賀事変だったんですよね。思い出の曲として選んでたんですよね。先生な。ありがとう。そりゃオタクですから。私を見つめてもっともっと溢れるくらい、ダーリンダーリン温めやめないで、もっとずっと私を味わって。とこちゃんいいんすよね、このね、もう VR ではたくさんこのワードを出してるんですけど、曲がりくねった歌い方が、いいんですよ。なんかもう素直に歌わないんですよ。なんかこんな言い方するとあれですけど、なんかこうダーリーダーリーじゃなくてダーリーダーリーってするのが、めっちゃいいね。たまらんなりますね。あ、今度とこちゃんにね会ったら言っときますね。せなちゃんが好きだって言ってたって。私より好きだって言ってたっつって。いやどっちもどっちも大好き。さあ、ということで残念ですが、そろそろお時間が来てしまいました。いやー、楽しかったです。やりきったっていうね、吐息が混じっていて、ちょっと、だいたいゲストさんが来た時早かったなんだけど、ちょっともっと喋らせてよ。そうみたいな。もうせなちゃんはなんとかなったみたいな。最後にですね、あすみさんが今後の音楽活動で挑戦したいことを教えていただけますか。そうですね、いろんな音楽番組に出てみたいし、いつかねアニメの主題歌とかも歌えたらいいなと思うし、また憧れの人とコラボもいつかできたらいいなって思います。憧れの人誰だろうな。誰なんだろう。誰なんだろうな。いやー、やっぱスターの原石さん。ちょっと恐縮なので、ちょっともうちょい自分頑張ってから、もうちょい歌頑張ったりとか活動頑張ったりとか、これをきっかけに見てくれる人が増えてきたら、ちょっといつか声掛けしたいなと思うんですけど、ちょっとすいません、まだ心臓がキュッってしてて、ちょっと恋してんのかな。もしかしてこの今までになかった感情は、これ緊張じゃなくて恋、まさか、これが恋。ああ、そういうことか。これが恋か。